Hello everybody, I hope you're all enjoying WebEx. 皆様改めましてこんにちは。さあここからのお時間は持続可能なプレイトゥーワンを実現する新作ブロックチェーンゲーム発表会と題しまして、会場にお集まりの皆さんと配信をご覧の皆様にブリリアンクリプトが新たにリリースするブロックチェーンゲームのご紹介、そしてその魅力をたっぷりとご紹介してまいります。申し遅れましたが、本日進行を務めさせていただきます私ちぐさと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあそれでは早速ですが、本日のスピーカーにご登壇いただきましょう。株式会社ブリリアンクリプト CEO 馬場成篤より新サービスのご紹介をさせていただきます。それでは馬場 CEO よろしくお願いいたします。はい、ただいまご紹介に預かりましたブリリアンクリプト、CEO の、馬場でございます。本日は、当社のプロダクトの発表会にお越しいただき、誠にありがとうございます。今朝、基調講演において、岸田首相より、当プロダクトについて言及をいただきました。大変嬉しく思っております。本日が発表、リリースは、おそらく来年の年初、になるかと思いますが、に向けて、改めて、しっかり頑張っていこうと思いました。まあ、その成果、記者の方もたくさん来ていてちょっと緊張しているんですけど、今日は慣れない発表になるんですけどお付き合いください。それではですね、早速いきたいと思います。まずは、当社の一番、プロダクトを大事にしている一つのキーワードを、挙げさせていただきました。プルーフオブゲーミング。本日はですね、まあ、ゲームの発表会ですので、ゲームの全体像と主にこのプルーフオブゲーミングという、単語について、解説をさせていただこうと思います。本当はですね、僕が一体どんな経歴で今までどんなゲームを作ってきて、その僕がどうしてこのアイデアを思いついたのかとか、まあ、コロンブスの、ニュートンのリンゴみたいな形ですねとか、例えばそのこのアイデアの発展系はどんなものがあるのかとか、はたまた、当社親会社が上場会社なんですが、上場会社がこういったプレイトゥーアンでトークンを発行する Web3 のゲームを出すことについてのまあ難易度の高さとかですね、例えばまあちょっと多分見えないと思うんですけど、ここにですね僕指輪してるんですけど、この指輪がとどこで出会って、この指輪がどんな我々のプロダクトに影響を与えたのかっていうのをなどなどですね、非常に面白い話がいっぱいあるんですけど、今回は全部カットさせていただいて、先ほどのキーワードプルーフオブゲーミング、そしてゲームの全体像についてのみお話しさせていただきます。他のその付随する話につきましては、後に記事もしくは、まあ、ブースに来ていただいたら、メンバーおりますし僕もいたりしますので、ブースに来ていただいたら質問を答えさせていただきます。まあ、そんな感じでついに発表の時間なんですけど、まあ結構感慨深いですね。先ほど時間がないっていう、なんでお話できないかっていうと、ちょっと時間が20分しかなくてですね、僕の持ち時間がですね、その中で収めようとすると全部話せないんですけど、先ほど自分でこのスピーチ測ってみたら15分だったんですよ。5分余ってるということで、じゃあこの内容についてちょっとゆっくり話そうかっていうふうに今思っています。そうですね、もう死の声を言わず発表させていただきます。それではブリリアントクリプト社によるブリリアントクリプトです。どうぞ。Old rules no longer apply. It's digital. It's new money redefining life. Next, real gemstones with real value in a virtual world.Here's the place. Mine and find a motherload of precious stones. In an age where these gems await in virtual worlds. You are the prospector. And around the world, a precious gemstone rush.
keepers. Brilliant crypto. From around the world, players gather in search of gems. Unearth gemstones, and the fortune is yours. Their value is ascertained. Gemstones with the potential to cross metaverse worlds. And that's not all. Earn tokens from mining. Play and earn incentives. More players means rarer, shinier, and more valuable jewels. Here is where you generate new worth, and we all share the wealth through mining. A new world is dawning. Together, we will prosper. So get yourself a pickaxe, and it's off to the mines. With the scholarship system, anyone can borrow a pickaxe and take part. Find brilliant stones and trade them for tokens. Your gemstones will convert to NFTs, so trade them for crypto or hold them and watch their value increase. You can even use them in other metaverse worlds. Three facets of our gaming technology. Mining results are thoroughly unpredictable. Outcomes are uncontrollable by even us, the developers. Also, it's all reproducible by even you. A new AI-enhanced gaming experience. Decentralized operation. History generation. Fraud prevention. Here's the roadmap in three phases. Phase one, the mining site opens. Phase two, the lapidary workshop opens. Phase three, metaverse NFT jewelry introduction. Grab your pickaxe and let's go.大体内容お分かりいただけましたでしょうか。まあ、詳しい方はですね、本当にマイニングするのかよみたいな、ご感想をいただいたんじゃないかというふうに思います。一応、一通り、僕の方で順を追って説明させていただきます。ここに3つのキーワード、載せております。ビデオの冒頭にも、出ておりました、Web3、メタバース、AI、この、3つの技術が今世界を賑わしております。この3つの技術ですね、ここにいらっしゃる皆さんだったらご理解いただいていると思うんですけど、お互いに相互補完しながら人類の次の未来を作っていくんじゃないかと思っております。例えば Web3 はディセントライズされた仕組みの提供、AI はですね、AI はもう皆さんもう強力なのよくご存知だと思うんですけど、例えばメタバースを作るときも非常に有用ですね。今まで作れなかった世界が AI によってすぐ作れるようになっている。また AI にとってもですね、メタバースというのはその発揮の場、再生の場ですねとして非常に有用であると。なぜならば AI というのは今フィジカル苦手なんで、ロボットないんで、どうしても現世界に適応させようとするとちょっと齟齬が出るんですけど、仮想空間であればその力を 100% 発揮することができる。つまりこの3つの技術というのはお互いに相互補完しながら人類をですね、おそらく仮想の世界に連れていくんじゃないかなというふうに思います。仮想の世界っていうのは、バーチャルな世界ですね。人類どんどん、バーチャル寄りになってきておりまして、きっと、最終的には仮想で暮らすようになるんじゃないかなっていうふうに僕なんか思ってるわけです。ただそれがいつなのかとか、いや5年後なのか10年後なのか、それはちょっとわからないんですけど、きっとそうなるであろうと。そうなった時にですね、一つやりたいことがあるんですね。多分皆さんこうしたいと思うことがあるんじゃないかと思います。何かというと、ブランドとか、要するに本物ですね、現実世界で本物と言われているものを、仮想空間に持ち込みたいんじゃないかというふうに思います。
まあ、ここに挙げているのは一例なんですけど、例えば、LMS 社が、バッグを作ってそれを、仮想空間で楽しむ、フェラーリ社が車を作って、それを仮想空間で楽しむ、こういったニーズってすごく出てくると思いますし、今でもこの形というのは結構ありますよね。当然仮想空間なんで、何かこう例えばフェラーリ乗りたいなんて思った時は、モデルさえあれば、まあ、誰でも乗れるわけですけど、果たしてそれでいいのかと、まあ、コピーし放題ですし、みんなフェラーリ乗っちゃうと、おそらく、まあ、周りから見てる人の影響を考えても所有感とか、目立ってる感とか本物感とかっていうのはやっぱり本物じゃないと評価されてない時代が来るんじゃないかな。だからそれを見越して企業も NFT で商品を出し、将来持ち込みにしてるんじゃないかなというふうに思います。さて、まあ、こういったですね、存在の証明をしてもらえるできる環境であればこれでワークするんですね。ずっとこれでいくんじゃないかと思います。ただ現実世界には実は誰も存在の証明ができないものってあるんです。しかも世界にあふれていて、なおかつ、真偽、本物か偽物かっていうのが非常に、大事なものがあります。まあ、先ほどビデオ見ていただいたので分かると思うんですけど、何かというと、宝石などです。宝石とか貴金属とかですかね。これらというのは、所有者はいますが、例えば今僕ここつけてますけど、所有者はいますが、権利元がいないんですね。ブランドがない。なぜならば、地上に人類が誕生する前から、鉱物として眠っていたものだからです。ですので、この例えばダイヤモンドとかを NFT に持ち込もうとすると、どうしても本物ってないんですね。ない、まあ、多分誰かがダイヤモンドですって、主張することはできるんですけど、それは誰も信じてない。このままいくとハイジュエリーなブランドさんたちが将来困ることになる。彼らはリアルだと、どこかからダイヤモンドを仕入れて自分のデザインしてそれをユーザー様に売るというビジネスをされていますが、そのダイヤモンドの価値がよくわからないとなった瞬間に、多分作れなくなるんじゃないかなと思います。つまり今我々仮想に向かっている最中だと思いますが、こういった問題があるんです。で、これを我々解決したいなというのが、思っていることです。まとめますと、デジタルデータのさまざまな宝石、その価値が保証されるサービスを作りたい、それをゲームと AI の力でそれを実現したいと思っております。多分皆さん何言ってるんだろうっていうふうに思われた方結構いらっしゃるんじゃないかなって思います。いや、そんなの、しなくてもいいし誰ができんだよっていう話多分あると思うんですけど、実はですね、すごく似てるものが今世の中にあるんです。すごく似てる、もう成り立ちも似てるし見た目もなんとなく似てる、皆さんよく知ってる何か、ビットコインです。ビットコインは、まあ、名前にコインってついてますから、基本的には通貨として世に出ましたが、今では金、デジタルゴールドとして呼ばれることの方が多いように思います。その資産性の高さから、なので、まあ、宝石と比べまして、金というのは、まあ、同じ宝飾品です。当然ファンジブル、ノンファンジブルの違いはありますが、基本的には同じものだというふうに思っております。であるならば我々その、デジタルの宝石を作りたいと思いました。で、ビットコインが似ていると、なるほど、ビットコインと同じようにすれば、デジタル宝石できるんじゃないかって当初思いました。で、ビットコインというのは、多分詳しい方いらっしゃると思うんですけど、プルーフオブワークという仕組みで、その存在を証明されています。コンセンサスアルゴリズムですね、基本的な、大量のハッシュ計算、とんでもなく、まあ、めんどくさくないんですけど、細かい計算を 大量にして、他人のトランザクション、お金の移動ですねを、保証し、その報酬としていくばくかのビットコインを、もらうという非常にシンプルかつユニークな、このマイニングの仕組みが、ビットコインの最大の魅力、僕は魅力だと考えている点です。なので我々プロジェクトもこれをやればいいんじゃないかなと思ったんですけど、この先ほど申したように、ハッシュ計算をしないといけないですね。ハッシュ計算、ハッシュ計算っていろんな問題を引き起こしているんです。まあ、大きく分けると、まあ、いろいろあるんですけど、この2つ、1つは、まあ、計算機パワーがものを言う世界ですので、プロの世界になってしまった、要するに個人がもう太刀打ちできない、そして、それゆえに高いエネルギーを使っている、
環境に悪いんじゃないかというふうに言われています。ですので、イーサリアムなんかは POS、投票による、方式に、移行したと思います。なので、ハッシュ計算では結構問題があるよねとなってました。ちなみに僕はビットコインとか大好き、どちらかというとビットコインが大好きで、昔から、10年ぐらい前に、個人でもマイニングをしてたことがあるんですね。で、当初すごく良かった。何が良かったかっていうと、そのプロジェクトに参加してるか、マイニングを通して、で人の役に立ってるか、僕のこの PC で生まれた計算で他人のトランザクションを処理してるんだっていうその感覚、あと当然いくばっかの報酬、ここら辺がバランスよくあってですね、これはなんか非常に楽しいなと思って、やってたんですが、途中から太刀打ちできなくなりました。理由はこういうことです。要するに、プロの方々が、大量の資本を使って、やられてしまうと個人では太刀打ちできなくなるんですね。で、僕はその時思いました。非常にもったいないなと。やっぱりビットコインを支持する上で、そのマイニングってすごく大事で、キーポイントだと思うんですね。楽しいし、何より楽しい、だから参加したいと思う。で、これが結果個人は全然参加できなくなってしまったっていう、すごい歯がゆい思いを、したことがあります。なのでその時からですね、何か個人がこのマイニング参加できる仕組みって何かないかなってずっと実は考えていました。で、今回そのデジタルの宝石を作りたいなっていうふうに思った時に、この先ほどの、考えがミックスしたんですね。なるほど、であるならばプルーフオブワークのワークのハッシュの部分ですね、をゲームに置き換えれば、これ個人がずっと楽しくマイニングできるんじゃないかなっていうふうに思いました。これが、冒頭から、僕が、言っておりますプルーフオブゲーミングということです。さて、なんとなくついてきておりますでしょうか。ちょっと難しいことを言っているんです。簡単にまとめます。簡単にまとめます。我々は、仮想に行くと思っている、人類は。であるならば、今現実にあるものは全部、デジタル空間に持っていかないといけない。NFT という技術を使えば物は持ち込めるんだけど、鉱物、こういったものは全然持ち込めない。だから作るべきだ。作るにあたって似ているものがビットコインがあるので、宝石をビットコインのように、作ればいいんじゃないか。でも、ハッシュ計算に結構問題があるね、これからの時代と使えないね。だったらここを、ゲームに置き換えたらいいんじゃないか。プルーフオブゲーミング、こういうことです。なんとなく分かりました。で、多分詳しい方この中にもいらっしゃると思うんですけど、こう10秒考えてですね、いやそんなバカなって多分思われた方結構いらっしゃると思います。これは多分詳しい人です。そして当たってます。そんな簡単では実はないんです。プルーフオブと名の付くからには、全てが厳密じゃないといけないですね。厳密とゲームってもう反対する言葉なんで、なんていうかな、相入れないわけですけど、それについて考えた期間が多分1週間なんかないかと。厳密に扱いたいんだけどゲーム、つまりどういうことかっていうと、宝石をですね、例えば我々、採掘場を運用しているゲーム運用者ですね、側が例えば勝手に、生成されたら困るわけですよ。もう興ざめですよね。ディセントライズの逆であると。これビットコインに置き換えると、ブロックハッシュの計算、の答えを実は誰かが知ってるみたいな状況なんです。そんなのビットコインに成り立つわけないじゃないか。誰も知らない。それを、計算機パワーを使って解かないといけないからビットコインが成り立つのであって、知られていたらダメだよねっていうのがあります。なので、これどうやって解決しようといろいろ悩んだんですけど、思いつきました。右側に書いてありますね、マイニングフロビットコインズブロックハッシュ。そうです、ビットコインの、今も増え続けている、昔からあって今も増え続けているブロックチェーンデータそのものを使えばこれってできるんじゃないのっていう間に至りました。これによってですね、1から3番目、事前に結果を予測できない、公開されたロジックで結果を再現、誰でも可能であるし、我々開発者であっても、開発者そしてエンジニアであっても絶対に不正に、宝石を生成できない、ユーザーが掘らなければ絶対出ないっていうような、アルゴリズムが完成しました。プラスですね、4番目書いておりますが、当然ゲーム運用としてすると恣意的なパラメータの変更って結構やるんですね。でこれをちょっと減らしたいなと思って、ちょうど、いい技術が出てきた AI っていうので、AI に日々の意思決定をさせることによって、より非中央集権的な運用ができるんじゃないかっていうのを考えて、この4番っていうのを入れております。
まあ、つまりですね、まあ、こういった、ブロックチェーンのデータをそのまま使うことによって、我々が制御絶対できない、ユーザーが掘らないと絶対出ない、掘られたものは一生データとして残るような世界観が実現できたというふうに考えております。まあ、ちょっとアルゴリズム的なところは詳しい解説が後にどこかで出ますので、ホワイトペーパーに書きますので、まあ、そこを見ていただいてそういうもんかと思ってもらえばいいんですけど、僕が言いたいのはですね、どちらかというとこの、まさしくこう、マイニングフロビットコインズブロックハッシュって書いてあるこの絵、このそのものが意味があるなと思っていて、ビットコインっておそらく人類が最も計算機パワーを使った結果なんですね。最も使ってます。それってすごいエネルギーじゃないですか。しかもそれ単体では全く意味がないですね。ゼロが並んでるみたいな、ハッシュ計算で言ったら何の意味もない、何の意味もないけど、誰かの役に立っていて、しかも人類最高の、史上最高の、人類史上最高のパワーを使ってできたバイナリ列があるわけですよ。データですね、データ、ここからマイニングするんですね、宝石を。なんか、まあ、ちょっとこれ訳す人大変だと思うんですけど、一言で言うとエモい。もう僕はエモいと思うんです。多分ちょっと笑っていただけた方、多分エンジニア寄りでなんとなく意味が分かっていただけると思うんですけど、ここが僕このプロジェクトで一番気に入ってる点です。発掘の基本データを、ブロックチェーンのデータからを使っている。それは人類が作ってきた最大の、データ列を利用して、永遠の、まあ、ちょっと、プロモーション的な言い方ですけど、永遠の輝きを得るみたいな、非常にエモいなというふうに思っております。まあ、ここまでがそのプルーフ・オブ・ゲーミングの、話なんですけど、この、講演のタイトルにもありましたサステナブル・プレイ・トゥ・アンについてちょっと解説を最後させていただこうと思います。ですね、これ何書いてるかというと、左側が、ビットコインのマイニング、そして右側が、我々ブリリアント・クリートが行っている、プルーフ・オブ・ゲーミングのマイニングの部分だけを抜き取ったものです。真ん中がイコールで結ばれています。これはですね、まあ、同じことですよと解説すると、ビットコインは、ハッシュカリケーション、ハッシュ計算をして、承認します、保証します。我々はゲームをして保証します。そしてやることはブロックチェーンを、ビットコインを、まあ、正確にはトランザクションの保証なんですけど、トランザクションを保証してビットコインを成り立たせます。その報酬としてビットコインをもらいます。マイニングですね。こちらの方はちょっと模式図なんですけど、ゲームをすることで、世の中に今までにない、ジェムを生み出し、その報酬として何かを得る、というような模式図が書いています。これイコールだと思っています。であるならばですよ、であるならばビットコインを、ちょっと言い方悪いんですけど、ポンジだっていう人いないじゃないですか。それともビットコインのマイニングをポンジだとか賭博だとかって言う人いないと思うんですね。であるならば、同じである、ブリリアントクリプトの、プルーフ・オブ・ゲーミングも、そうであろうというふうに思っております。実はいろんな説明の仕方があってですね、もうちょっと別な言い方をすると、いかに他人の価値を作るかっていうのが、サステナブルプレートアンだと思うんですけど、ここはちょっと模式化してですね、ビットコインが、そうだからこっちもそうだっていう論法で書かせていただきました。あんまり書くとですね、いろんなところで、話されているゲーム会社さんの悪口とか言っちゃいかねないんで、こういう説明を留めています。ちなみに本当はもっとこの図でかくてですね、いろいろ書いていて、これが本質だみたいな図があるんですけど、まあ、一部切り取っておいてあります。まあ、どこかで公開するかもしれませんね。思想の部分で非常に重要です。はい、解説させていただきました。次にロードマップ一応、解説させていただきます。おそらく来年の早い時期、できれば2月ぐらいがいいなと思ってるんですけど、まあ、ちょっとゲームなんでね、遅れる可能性もありますが、このマイニングサイト、マイニングの、部分っていうのを、リリースさせていただこうと思います。これで、世界中のマイナー、こう掘る人ですね、まさしくマイナーなんですけど、マイナーを呼んで、掘っていただく。ただ掘ってくるとですね、出てくるの原石だけなんですよ。これちょっと使えないなっていうのがあるんで、次はですね、ジュエリーをデザインする機能を作ろうかなというふうに思っています。NFT を集めて NFT を作るみたいな、非常に面白い、まあ、分解することもできるみたいなことを考えているんですけど、まあ、非常にこう使い勝手が良くなるんじゃないかな。そしてそれを、まあ、ユーザー様の信任を得られている前提ですが、いろんなその時に流行っているメタバース空間に、展開することで実際に使えるようになる。
って思います。これがまあ我々のマスタープランです。まあ、ただちょっと補足すると、実はこの1と1あの2の間に 1.5 があるなとか、あのこのまだ我々メタバースではないんですけど、あのちょっとやればメタバースになって仕事があるメタバースって結構いいなと思ったりするんで、まあ実はこれを完全に仮想空間にしてメタバースにするアイデアもある、まだ決まってないですよ、アイデアもありますし、フェーズ4なんかは先ほど初めの方に言ったこのままだとジュエリーブランドが困ってるはずであると、なのでこのプロジェクト、逆説的にこのプロジェクトで生成されたダイヤモンドとかルビーとかエメラルドを使って、その方々がデザインして自社のものですよって売られたら、きっとこのプロジェクトはそれが大成功のポイントなんじゃないかなというふうに思います。まあ多分5年からうまくいっても5年から10年かかると思うんですけど、まあそれまで目指して頑張っていきたいななんてことを思っております。時間もちょっと押してきましたね。やっぱり押しますね。今、公開できる、グローバルパートナーたちでございます。先だってですね、ちょっと気になるじゃないですか。ゲームの、ビデオ、見ていただいたんですけど、それ本当に面白いのと、本当みたいな、あるじゃないですか。ですので、こういった方々と一緒に、クローズドアルファテストを全世界中で行わさせていただきました。このプロダクトは世界中でリリースしますので、日本人がですね、面白いと思ってもちょっと良くなかったりするんですね。なので世界中の方が面白いと思っていただけるような、ことを確認するために2ヶ月前に行いました。ちなみにコインテックさんとかポリゴンさんとか、我々のパートナーでもすでに発表させていただいているんですけど、頑張っていこうかなと。ですごく、まあ、ゲーム開発者としては初めて人の評価を得るじゃないですか。すごく怖かったんですけど、やってみたらですね、非常にポジティブでした。これディスコードのスクリーンショットを貼ってるんですけど、ユダさんがこう、世界中の人たちがこうやって画像を貼って面白かったよってすごく言ってくれました。どれぐらい面白かったって一応データを取ったんですけど、例えばこのゲーム、プレイトゥアンでじゃなくて、プルーフオブゲーミングとプルーフワークイコールだって言ってるんですけど、ハッシュ計算ってすごい大変じゃないですか。なので紐づくゲームプレイも非常に大変なんですよ。すごく難しいというか大変、難しくないですね。なのでゲームクリア本当にしてくれるかなと思ったんですけど、なんと 85% の方が結構めんどくさいゲームをプレイしていただいて実際クリアした、何の報酬もないのに。そして、面白いと言ってくれたし、他の人にも勧めたいと言ってくれた。僕はもう本当今まで多分ゲームを100種類ぐらい100個ぐらい作ってるんですけど、事前のベータテストっていうかユーザーレビューやるんですね。一応こんないいこと言われたことないですね。まあ、今ヒットしてるゲームもいっぱいありますし、僕が作ってですね、いっぱいではない、すみません言い過ぎました、多少ありますし、その時でもこのタイミングのアルファテストのタイミングで、こんないい評価を受けたの僕初めてなんですね。だからちょっと感動しちゃっていいなと思いましたね。で、なんで、まあ、この場でちょっと発表させていただこうか、2ヶ月前だったんで。まあ、我々は、まあ、ゲームの面白さはもう、確認がされていると思っているし、プルーフゲーミングという思想と、いうのも、しっかり持っているので、きっとワークするんじゃないかなというふうに思っております。多分基調講演で、北社長もおそらくちょっと上げてくれたのは、こういうところもあったんじゃないかなというふうに思ったりします。はい、これ一応最後なんですけど、まあ、アルファテスト、クローズドのアルファテスト非常に良かったんで、それをそのまま、全世界でクローズドベータテストとして、で、この8月から公開させていただこうと思います。登録は今日からですので、もしこの講演を見てご興味いただいた方がいらっしゃれば、ちょっと登録いただいてちょっと参加してやろうかなと。どんなもんだと、プルーオブゲーミングとはみたいなので、ちょっと見ていただくといいんじゃないかなと思います。一応イーサなんかもですね、掘った体験として、報酬が出るような形で、プレゼントしようと思いますという感じで、今日の僕の、講演は終わってしまうんですけど、最後にですね、発表があります。何か、まあ、実は今プロジェクトのいい面だけ言ったんですけど、実はちょっと苦労した面もありまして、ですね、先ほどのアルファテストのユーザーさんを、集めるとき、世界中のゲーム技術とかにわざアボを取って話して、来てもらったりしてるわけですけど、日本の、ユーザーさんはすぐ集まるんですよ。これなんでかっていうと、おそらく、まあ、親会社のコロプラという名前があって、一応、まあ、なんとなく知られてるじゃないですか、界隈では。コロプラさんが作るゲームだったらなんかちょっと興味あるねっていう形ですぐ来ていただけるんですけど、なんか南アフリカの人とか東南アジアの人とか全然来てくれなくて、これなんだ、同じことやってるなんでだと思ったんですけど、単純に認知度だなと、我々全然知られてないと、だから変な会社が変なプロダクト始めたと思われてるっていうのが結構苦労してですね、
まあ、ちなみにその後あのビデオが冒頭見ていただいたビデオができて、これでちょっといっぱい入っていただいたんですけど、やっぱりその本リリースしてもですね、なんかこう、グローバルの認知ってないとやっぱりなかなかしんどいんだろうな、短期我々だけで出ていくのはやっぱりしんどいなっていうふうに思っています。なので、ここでですね、まあ、そんなダメな我々をですね、助けていただける、グローバルパートナー様と契約しましたので、それを発表させて、いただこうと思います。それではどうぞ。プレミアムパートナー、レジェンダリークラブ、パリス・サンジェルマン。Mind together. Grab your pickaxe now. はい、ババ CEO どうもありがとうございました。まさに世界規模で非常に楽しみな発表だったかと存じます。さあ、それでは皆様もお待ちかねでしょうか。ここでスペシャルゲストをお招きしたいと思います。パリ・サンジェルマンアジアパシフィック代表、セバスチャン・バセルさん、元パリ・サンジェルマン所属、元カメルーン代表、パトリック・エムボマさんです。皆さんどうぞ盛大な拍手でお迎えください。Thank you so much for coming. セバスチャンさん、エムボマさん、本日はようこそお越しくださいました。ぜひ簡単な自己紹介からお聞かせいただければと思います。それではまずはセバスチャンさんからお願いいたします。Hello, konnichiwa everybody. My name is Sébastien Vazels and I'm the Managing Director of Paris Saint-Germain in Asia Pacific. Merci. 皆さんこんにちは。パリ・サンジェルマンのアジア太平洋地域マネージングディレクターをしておりますセバスチャン・バセルと申します。ありがとうございます。それではエムボマさんお願いします。皆さんこんにちは。 I'm Patrick Boma, former Cameroon and Paris Saint-Germain player. Happy to be here with you today. 皆さんこんにちは。私、元カメルーン代表、元パリ・サンジェルマン所属しておりました、パトリック・エムボマです。皆さん本日はお会いできて嬉しいです。ありがとうございます。 Thank you very much。 さあ、それでは皆さん、お話聞かれたいと思いますので、早速ですがここからはトークセッションに移ってまいりたいと思います。セッションにはババ CEO にもご参加いただきます。よろしくお願いいたします。さあ、ババ CEO、 今まさに驚きのパートナーシップを発表されました。パリ・サンジェルマンと連携することでどのようなビジョンを今描かれていらっしゃいますか？はい、そうですね、パリ・サンジェルマンさんは、世界トッププレーヤーが、集まる、クラブチームでございます。そこにはですね、当社がターゲットとしている、例えば、南米だとか、ヨーロッパだとか、東南アジアだとか、ここら辺のスター選手が集まっているんですね。その方々に例えばプロモーションに参加していただくなどしていただければ、我々の足りない、海外での知名度というのが埋められて、このプロダクトを受け入れられていただく土壌ができるんじゃないかなと形で非常に期待をしているところでございます。はい、ありがとうございます。そして意外なコラボレーションに驚かれた方もたくさんいらっしゃると思います。セバスチャンさんにお伺いしたいと思います。パリ・サンジェルマンとブリリアンクリプト、今回パートナーシップに至った経緯はどういったものだったんでしょうか？ So the background of this partnership started when we met with Mr. Baba team, and it was last year, it was during our Japan tour last year.And they presented the group, the company, and this game, and the project. ですね、この経緯についてなんですけれども、1年前のちょうどパン・サンジェルマンの日本ツアーで、初めて馬場様にお会いしたということ で、そこで初めての企業のご紹介いただいて、どういったゲームがあるのかということをご紹介いただきました。And this project seems very ambitious, extremely innovative, extremely creative,
And that's value that we share with Paris Saint-Germain. And so it was a natural fit for us. So we continued the conversation along the year to see how could we help each other to make this this game a real success, because we truly believe that it's an amazing project. And so we decided to announce this partnership today together during Paris Saint-Germain Japan Tour. And yeah, we are very happy at the club to do such an innovative partnership. でそういった経緯の中でこの1年間ですね、馬場様と、一緒にいろいろとお話をしてさせていただいて、まあ、どのような形で協力ができるのかということを話し合ってきました。で、まあ、この素晴らしい野心的なプロジェクト、まあ、創造的なプロジェクト、クリエイティブなプロジェクトでもありますので、まあ、これをどう成功させるかということについて、今日まさにこの時に皆様に発表ができるということを非常に嬉しく思っております。ありがとうございます。 And if I may add, yes, sure. Thank you. It was very natural also for Paris Saint-Germain, because we were one of the first club in Europe really going into the gaming universe. We were one of the first European club to have more than just a FIFA team. We went into several countries and we went into esports, collaborating with very innovative games to penetrate those markets, be closer to the gaming community. So for us, when Mr. Baba and his team presented us this amazing project, it seems so natural, because we are one of the trailblazers for the gaming promotion in European football.特に一つだけ付け加えさせていただきたいのが、このパリ・サンジェルマンというチームはヨーロッパの中でもこのゲーミングには非常に最初から関わってきたクラブであるということです。まあ、FIFA のゲームのみならずですね、もう世界各地における市場にこのゲーミングにおいてコラボレーションを e スポーツの中でやってきたという経緯がございますので、今回のパートナーシップというのは非常にサンジェルマンにとってもとても自然な流れで来たというところがございます。まあ、我々、このゲーミング市場への開拓においては、まあ、サッカークラブとしては先駆者であるというふうに自認しているところでございます。ありがとうございます。Merci beaucoup。そうなんですね。引き続きそんなセバスチャンさんにお伺いしたいと思うんですが、今パリ・サンジェルマン、まあ、さらにグローバルにどんどん展開されていってるかと思いますが、現在セバスチャンさんどのような世界戦略をお持ちなんでしょうか。パリ・サンジェルマンプロジェクト is very unique. We are in the most popular sport in the world with football. We haveVery famous players that are celebrities nowadays, like known singers or known actors. And we are the only football club representing the city of Paris. And that is very unique, because most of the European club and most of the European cities are represented by multiple clubs. And that gives us the opportunity to go beyond just football and go into other universe.That are represented in Paris, that Paris embody, like fashion, lifestyle, gastronomy, but also gaming. So we are a very different club than any others. We go in other universe. That's why also a brand like Jordan decided to do a very unique partnership with Paris Saint-Germain, because we are more into this lifestyle brand strategy than others. And to get back to this partnership,Or maybe you want to translate that first. そうですね。まあ、我々、パリ・サンジェルマンというところで、非常に、まあ、ユニークなクラブです。まあ、世界各地から非常にタレントの高い選手が集まってくる、チームでございますし、まあ、まさにこのセレブといった存在のようなサッカー選手たちが集まってくるチーム、そしてまたパリを代表するサッカーチームというのは、まあ、他のヨーロッパの各都市であれば、まあ、複数のチームを抱えているんですけれども、パリを代表するサッカーチームというのはパリ・サンジェルマンのみということです。で、まあ、そういったところからそのパリのつながりということで、まあ、サッカーだけでなくですね、例えばこの、まあ、パリの有名なファッションであったり、
それからガストロノミーであったり、さらにはこのゲーミングというところの結びつきを我々としても非常に注目しているというところです。ですので、まあ、他のヨーロッパのクラブとはそういった点で我々は違った形の戦略を取っているということで、さまざまな分野に入っていって、まあ、例えばそのライフスタイルの分野であればこの PSG とそれからジョルダンのブランドとのコラボなどもやっております。 And we for the markets that are very important to Mr. Baba and the development of the game、we know that、South America and Asia、are on the top of the list and、you know it's very exciting for us because we have such a large popularity、in Latin AmericaThanks to the presence of、Neymar or、the Brazil captain Marquinhos, but also, of course, with the presence of Lionel Messi with Paris Saint-Germain over the past 2 years. So we are very popular、in South America, and we're going to help as much as possible to promote the game.、and for Asia, which is another of your key markets, we also have a very strong presence with、you know, an office in Tokyo, an office in Shanghai, an office inSingapore,、we have toured with the players the past 4 years in Asia,、we have academies, so a lot of things on which we can、do a lot of promotion to promote the game at its maximum. でまた特に今回のパートナーシップの中で注視されている、特に馬場様が注視されている中南米市場あるいはアジア市場というところでも我々非常に多くの人気があるチームでございます。まあ、特にこの中南米に行きますとネイマールであったり、まあ、ブラジルキャプテンのマルキニオスあるいはメッシといった選手がいらっしゃいますので、まあ、非常にパリ・サンジェルマンこういった地域で人気を博しております。でそういった意味でも馬場様とこのゲーミングの展開ということでプロモーションをぜひやらせていただきたいというふうに思っております。でさらにアジア地域もまた馬場様にとって非常に大きな地域ということですので、まあ、我々としても東京、上海、シンガポールにオフィスがございますし、アジアからも2名の選手が PSC でプレーしておりますし、でさらにはこの、アジア対応地域にアカデミーなどもございますので、まあ、こういった機会を捉えてこのゲーミングを最大可能な限り、プロモーションをぜひ行わせていただきたいというふうに思っております。ありがとうございます。セバスチャンさんのお話にもありま、いかに、まあ、パリ・サンジェルマンがユニークなチームクラブチームであるかというお話がありましたが、日本にもパリ・サンジェルマンのファンの方本当にたくさんいらっしゃいます。 M4 さんにお伺いしたいんですが、元選手として、まあ、パリ・サンジェルマンの人気がヨーロッパだけではなくて、まあ、世界中でここまで高まっていることに関してどのようにお感じになりますか？So very important to notice that and Sebastian said it before, but Paris Saint-Germain is a growing brand. This partnership with Brian Crypto sounds very good to me because we have two universes combining.今セバスチャンの方からも紹介ありましたように、やはり私たちパリ・サンジェルマンのブランドというのが非常に素晴らしいブランドだと感じております。で今回ブリリアンクリプトさんとのこのようなパートナーシップということにおいて2点大事な点があるかと思います。 I imagine you have one side、the gaming industry and the other side the sports industry all together、manythings can come through that. You have the players. You can choose because of their strength, their cleverness, and you can maybe bring gamers to crypto because of that. And yes, there are a lot of things, a lot of bridges that can come through.まあ、一つはゲームの業界だと思うんですけども、もう一つが e スポーツの業界だと思います。でこういった2つのエリアというのをプレイヤーとしても選択して選べる、でまたこういったゲーマーたちをクリプトの世界へ導けるというような、こういったまた今までにないようなメリットというのがここにあるかと思います。 I see it unique and really innovative. Paris has a
fans throughout the world and in the markets where Brian Crypto is. So I'm looking forward to see what will come through. But once again, it's very unique and innovative.で本当にこれは唯一無二 のコラボレーションだと思いますし非常にイノベーティブな本当に創造性の高いものだと実感しております。ですので、まあ、この今回のパートナーシップというのが私たちにとって素晴らしい結果をもたらしてくれるかと思います。非常に楽しみにしております。 And if I may add, our players are crazy gamers, so they're going to start mining very soon, trust me on that.1点付け加えさせていただきますと PSG の選手たちも非常にゲームが好きな方が多いんですね。なのでおそらくこのゲームが出たら皆さんプレイヤーの皆さんマイニングに参加するというふうに確信しております。ありがとうございます。プレイヤーの皆さんのそういった光景見るの本当に楽しみにしております。あっという間に次が最後のテーマとなってしまうんですが、今回のパートナーシップでは具体的にどのようなことを行っていくのか、ババ CEO、つまりお答えいただけますでしょうか。はい、ですね、もう出したんですけど、パリ・サンジェルマンさんのご好意により、ペアビップチケットをですね、6名様に、ご招待、これはクローズベータテストをですね、クリアした人との、抽選になりますが、こういったプレゼントをいただいております。はい、発表ありがとうございます。まさにパリ・サンジェルマンとのパートナーシップの賜物ではないでしょうか。まあ、欧州のクラブシーンの中で最も権威がある大会で優勝したクラブチームには欧州一の称号が与えられるので、決勝戦のテレビ視聴者数なんと毎年1億人を超えるような大会でございます。馬場 CEO、 こんなチケット入手されるの相当ご苦労されたんじゃないですか。そうですね、本当は僕が行きたいんですけど、いやこれはもうユーザーと皆さんにプレゼントだということで、ご好意によりいただいたものなので歓迎させていただこうかと思っております。ですので、まあ、できれば興味ある方は、ベータのクローズテストにご参加いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まさにパリ・サンジェルマンとブリリアン・クリプトががっちりと手を組んで世界と戦っていこうという強い意志感じますよね。今、先ほどから6名とお話ありましたが、正確には6組でございました。失礼いたしました。6組の方に抽選で、ペアチケット、観戦券と航空券申請してくださるということでございます。さあ、そしてですね、エムモマさんにせっかくなんでお伺いします。パリ・サンジェルマン時代にヨーロッパでの大会はもう間近で体感されたかと思います。まあ、ぜひその見どころやどういった雰囲気なのか教えていただけますか。You know, first of all, when you are a kid, you are dreaming about big performances. You are dreaming about becoming the next generation Neymar or Marquinhos. And when you arrive at the top level, it's just amazing. You know how important to achieve so important goals, and you also know that. You have a great attendance behind. 皆さん小さい時に大きな夢を持って、まあ、こういった選手になりたいとか、こういった試合を見たいとかっていうような夢があったと思いますけども、まあ、今回はネイマールですとかマルキーニョスというこのトッププレイヤーを見る機会があるということなので、まあ、こういったプレイヤーがゴールを決めるという瞬間を皆さん楽しめると思いますので、まあ、それを楽しみに目指していただけたらと思います。It represents a lot. You know that you have responsibilities because you have kids, you have big attendance around, you have people cheering you, and you represent sometimes a club. When you are a Paris Saint-Germain player, you represent a brand. So it's a very, very unique moment when you have the chance to play this high level games. で私自身がこういった選手の時代にこの、チームでパリ・サンジェルマンで試合できたということは本当にその小さい時の夢を叶えていろいろなサポートがあってその場に立てたということなので本当にそのクラブで、そのクラブを代表して試合に出るということで、そこに関してはもう本当にすごく大事な貴重な経験ができました。
ありがとうございます。いや、そういった大会でもね、間近で見るっていうのは本当に人生で一度あるかないかの非常に貴重な体験になるかと思いますので、皆さんぜひぜひ振るってご参加をお願いしたいと思います。ベータテストの応募要項につきましては、ブリリアンクリプトのウェブサイトやツイッター、ディスコードをチェックしてみてください。それでは以上でトークセッションは終了とさせていただきます。最後に皆様に一つご案内させていただきます。ホール E にてブリリアンクリプト特設ブース出展しております。ブースではブリリアンクリプトの内容紹介のほか、オリジナルのノベルティグッズなどもお配りしておりますので、お帰りの際ぜひチェックしてみてください。それではババ CEO セバスチャンさん、 M ボマさん、本日は貴重なお話本当にどうもありがとうございました。どうぞ皆様盛大な拍手でお見送りください。ありがとうございました。ありがとうございます。最後にフォトセッションを行いたいと思います。会場のメディアの皆様はこの後スタッフがお声掛けさせていただきます。準備が整いますまでそのままお待ちくださいませ。これよりフォトセッションを行いますので、メディアの皆様はステージ前方までお越しいただくようお願いいたします。スチールの皆様、ムービーの皆様、一緒にフォトセッションを行いますので、ムービーの皆様も大変お手数ですが前方までお集まりいただくようお願いいたします。パネル通したも OK。セッション2パターンございます。こちら1パターン目になります。まず中央のカメラに目線をお願いいたします。中央の皆様いかがでしょうか。その他目線必要な方がいらっしゃいましたら手を挙げてお知らせください。はい、こちらでラストとさせていただきます。はい、ありがとうございます。それでは2パターン目に転換させていただきます。失礼いたしました。すみません、1パターン目でそのままムービーの方も一瞬、すみません、もう一度お願いします。失礼いたしました。ステージ左手ムービーに目線をお願いいたします。ありがとうございます。では2パターン目に転換させていただきます。では再び中央に目線をお願いいたします。
はい、では最後にムービーの方に目線をお願いいたします。はい、皆様よろしいでしょうか。じゃあ以上でフォトセッション、あ、失礼します。最後にもう一度中央に目線をお願いいたします。はい、よろしいでしょうか。じゃあこちらでフォトセッション終了させていただきます。ありがとうございました。ご協力どうもありがとうございました。皆さんもありがとうございました。以上をもちましてこちらのステージ終了とさせていただきます。本日は皆様のご参加ありがとうございました。ありがとう。先生には中止補給ありがとうございました。メディアの皆様の一緒に待たせいたしました。以上をもちましてこちらのステージ終了とさせていただきます。メディアの皆様、別会場にてババナルアツに加えまして取締役の原井義明の2名の登壇者とともに今回の発表会の質疑応答、この後3時10分頃より開始予定です。会場はガラス棟5階 G507 会議室になりますが、ご参加いただける方は会場を出られましたところにお集まりください。スタッフがご案内させていただきます。改めまして本日は持続可能なプレイトゥワンを実現する新作ブロックチェーンゲーム発表会ご参加いただきまして誠にありがとうございました。お忘れ物のないようにお気をつけてご移動くださいませ。